日本の女子卓球界のエースと世界ランク1位のコラボが小さくない話題を呼んだ現地10月29日から11月5日までドイツ・フランクフルトで開催している卓球の国際大会 WTT チャンピオンズ1日には男女シングルス2回戦が行われ早田日永・が張本美和との日本人対決を3対1で制し準々決勝進出を決めた 動画、超貴重、早田ひな VS 世界ランク1位、孫エイサのガチ練習。今年 WTT を2勝し、今大会も1回戦で平野美宇を打ちまかし勝ち上がってきた張本。この勢いに乗る15歳を日本のエースが力でねじ伏せ、見事ベスト8進出を果たした。日清月穂で著しい成長を見せる23歳。実は今大会、 試合以外でも大きな注目を集めていた。張本との試合を控える中、練習で早田と素早いラリーをしていたのは、なんと世界ランクトップに君臨する中国の孫英佐だった。日本のエースと中国のエースが試合さながらの手に汗握るラリーの応酬を、早田を指導する石田大輔コーチも息を呑むように見つめていた。二人は時折、笑みを浮かべながら、 お互いの技術を高め合うかのように汗を流していた。最後は孫エイサが世界女王の貫禄を見せつける形で終了。練習後はお互い笑顔で握手し、練習を終えた。今年5月、南アフリカターバンで開催された世界選手権の女子シングルス準決勝で、当時世界ランク10位の早田は、同1位の孫エイサに1対4で敗れた。 対戦した東京五輪銀メダリストは、試合後のインタビューで、レベルはそんなに違わない、早田は世界の女子選手の中でも際立っている、と健闘をたたえた。さらに約5ヶ月後のアジア大会でも、2人は女子シングルス決勝で激突。結果は世界女王が4対1で早田を蹴散らしたが、互いにライバルとして力を認め合っている。貴重な2人の練習シーンには、 ニコニコの2人のスターが練習してるって、すごいまだな、仲良し W、相手を尊敬し合っているライバル関係って素敵。石田コーチの見守ってる感がすごい、お互いレベルの近い選手との練習が楽しそう、試合ではバチバチの雰囲気だけど、国を越えた関わりは本当にほほ笑ましくなる、など、活況を呈している。中国の絶対女王にも実力が認められ、熱い視線が継がれている早田。 その存在感はもはや無視できないほど大きくなっている。